はい、始まりました。続きはウェブででございますけどね。はい、あのね、あのちょっとちゃんと見てないんだけど、そう、あのぼちぼち、あれもう過ぎたかな、あの知ってるね、もう400回ぐらいやってんだよこれ。ん、続きはウェブで 400? 確か、なんかこの間あれもうすぐ400じゃねって思ったような、あれ違ったかな、なんかね確かそのくらい、わかんない、なんか100間違えてるかもしれないけど、うん、あの思いのほか、こんなやってるんだっていう、よく続いております。いや、仮に400だとすると、ん400、あ違う、あ200か、あれ違う、あ200、あ200かな、300、うん、あれ全然ちげえな、うん、なんかね、でもね、あれも、あ200かな、うん、200かもしれない、200、うん、4年ぐらい、そう、200で4年、年単位で続いてるってすごい。そうそうそう、だから、うん、あそうそう、4年だ、4年、あもう4年だと思って、だから200か。へえ、ね、多分ですけど、続くもんですね。もんですね、あの、うん、元だとやっぱ姉さんの なんか変な思いつきで始まったこの、うん、ね、そうです、次はウェブデーでございますけど、はい、はい、ね、そんなわけで久しぶりにこう、あのロックオンミュージックスクールからお届けしておりますよ。はい、はい、そして今日はこちらの、はい、近藤先生です。充電できんのかこれ。近藤先生、前髪切りましたね。え、全部切ったよ。前髪どころじゃなくて、うん、全部切ったよ、脇の毛とか、はい、近藤先生のファンの皆様。え、いやいや、後ろ頭を映してただけで、で前髪が随分とあの可愛いことになっていますね。軽いのよ、うん、ね、うん、でもさ、前も一回切ったじゃん、うんうん、でこの間美容室に行ったら、はい、なんかいいよもう何でもいいっつって、好きにしてまあ割と好きにしてって言うんですよ、はい、なので、うん、出来上がりがこんな感じでした。はい、はい、じゃあ今度はあの前髪をもうちょっと上の方でパッツンってやって、うん、こう、うん、こんな感じ、うん、これはまずいでしょう。これ一回ずいぶん昔、それこそ20代の真ん中ぐらいかな、うん、なんかライブでね、どこだっけ、なんか東京とかあっちの方に行く予定があったんです、うん、ラッツギャングの頃かな、はい、その時に美容師のおんちゃんよく、うん、が髪切りに行って、うん、で切ってくれたの、切ってくれたつか、こんな長かった頃なので、うん、パーマかけ、うん、ると大体8時間ぐらいいたわけですよ。本当なんかあって言いながらこう3人がかりぐらいでやってくれた。その時のおんちゃんがね、うん、ちょっとあの最後カットするねなんてこうチャカ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 やってたら、あの終わったらこんなだったの。あっとか言って、あっがごめんこんちゃん。なんかあれ なんかあったいやちょっと明日からほらみたいな。ごめんっていうのは覚えてる、はい、それぐらい前髪パッツンはちょっと怖い。それどうしたんですか。前髪パッツンでいきました、ね、しょうがないよね、ないものはないんだもの、ね、そうですね、うんうんうん、本当に、はい、いや思い出です。写真とかないんですか。それがさ、うん、俺写真ないんですよ、うん、ないんですよって話なんだけど、自分の写真がないの、なんで、うん、あんまり興味なかったのかな俺、うん、子供の頃の俺の写真もなんかないの、こう、うん、中学生とかね、うん、高校生の写真もないし、20代の頃のバンドの写真も俺は持ってないんだよね。じゃあ持ってる方いたら、複製でいいので、録音まで届けてください。うん、写真がない、はい、うん、なんだろうね、ぜひ届けてください。魂抜かれるとか思ってたのかな。そもそも撮られるのが嫌だったとか。なんだろう、写真本当にないの。うん、俺どうすんだろう、家
あ、それ最近の写真ですか。なぜ20代の頃の写真を家に使おうとするんですか。そりゃそうだよ。立派なアーシャがあるじゃないですか、最近。最近のしかないんだから、うん、もうその以前、うん、やっぱりどうしても20代の頃の20代の頃の写真は本当にない。10代の頃なんてもっとない。どうしたんだろうね。持ってる方いらっしゃいましたらあのご連絡お待ちしております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。家に使う。そしてコンタ先生の後ろにね、ずっとこういうこれがね写ってます。あ、これね、そうマスク着用のお知らせ、お知らせってちょっとおかしくない、この日本語おかしいよね。マスク着用のお知らせっておかしくない、変だと思ったんですよ。私マスク着用しますよっていうことでしょこれ。そう、でも本当だ、お願いだよね、お願い。そうこっから下は合ってんですよ。あ、なんか全然気にしてなかったけど、言われれば非常にそうですね、おかしいね、うん、そう、うん、でも、ね、一番その分かりやすいのがこれだったので、そのまま使わせていただいてますけども。あ、中からあの引っ張ってきたやつね。はい、マスク着用、はい、うん、いや俺、あ、でもな、あれどうしようかな。あのすごい素敵な、あの、ね、なんでござるマスク、これなんかツイッターかなんかに載せようかなと思ってたんだけど、ガロマスク、いや違う写真撮ったんだけど、もうどこ行っちゃったかな。あのうちのね、近所の生協のレジのとこにね、貼ってある、ほう、あれが、あれどこだっけかな、いやすごいお客様へのお知らせが、はい、お知らせがとてもね、うん、いや、あの待って、それ探してる間にロックオンのちょっと徹底っぷりを撮影していきたいと思います。まずこちらはボーカルをメインでやっているスタジオなんですけど、わかりますか、これビニールのちゃんとシートが先生と生徒さんの間にあるわけです。見えるかな、ほらこんな感じ。そしてほら、受付には対策中検温のご協力のお願い、そして入り口にはちゃんとアルコール感染予防対策実施点ストップコロナ、ちゃんとやってますね。じゃあ一つ、ほんまにちゃんとこいつをここにこう置いておかないと、はいはい、うん、マスクしてないよ、ソーシャルディスタンスなんで一人しか座れないように。ああこれアップで写してどうすんだよ。いろいろと対策はなされております。ウクレレとかね、はい、そうウクレレとかウクレレとかね。で見つけたんですか、そのあのね、すごいね、頑張ってるなと思って応援しなきゃなと思いました。これわかりますか、すごい見えないか、わかんない。あ、大丈夫。お客様へ感染防止のため当店では買い物カゴにセットでき、あ、まあその辺はいいや。マイバッグへの商品袋詰めのお手伝いをいたし、もうちょっと頑張って、兼ねます、うん、下の ちっちゃい字、え、ちょっと待って、なおなと、なお、マイバスケットご利用のお客様は、うん、もう一回読んで、ちゃんとそこなおちゃんと読んで。なお、マイバスケットご利用のお客様には、お会計後の、ちっちゃくて読めないんだよ、ね、まあまあ、そこですよ。バスケット、はい、バスケット、バスケットか。いや、多分だからあんまこういうの慣れない人がすごいこのご時世で急いで頑張って大急ぎで作ったんだと思うんですよ、ね、だからあのね本当にね大変な中頑張ってるなと思って、うん、バスッケとね、はい、あのおんちゃんの店長とかがこうねこうやってタカ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 
慣れないことを頑張ってやって、ね、バスケットって打ちたかったんですけど、うん、なぜかバスケットになってしまった、ね、バスケットはね俺持ってねえな。マイバスケットは持ってるけどバスケットはちょっと、うん、バスケットってどんなやつだろうね。どんなやつですかね。バスケット、バスケットか、バスケット、風呂、風呂、あバス、そうですね、風呂と夜間、あバスケット、なるほどね、風呂ぐらい大きい夜間ってこと。それは持ってきた人は大変すごい人だろうよ。それはちょっと確かにご利用はちょっとご遠慮願いたい。いやわざわざ今クター月間なんだみたいな。はい、とかなるの。なりますね。すごいな。危ない。はい。まあそんなわけでした。はい。はい、というわけでじゃあこんな感じで久しぶりに録音からお届けしました。はい。ね、はい、はい、また近々こんな感じでお届けすることになった、はい。久々10分超え。やってしまった。やってしまった。はい。はい。だって前はほら30分とかやってましたからね。30分やって1時間超えもありましたからね。それやるやつ機能を使えばいい、ね。あららららら、はい、これ全部早送りしていいですかね。バスッケと、はい、はい、というわけで、では皆様また来週、バイバイ、バイバイ、バイバイ。